林部さんとしてもどうぞ。すごく思い入れのある場所でもあるので、今回はしかも意外とライブって言ったことがなくて、僕コンサートっていうふうにいつも言ってるんですけど、でもライブハウスで歌うとやっぱりライブっていう感じなんですよね。一本の鉛筆があれば戦争は嫌だと私は書く。焦がれる日差しの夏の日も、より普遍的な歌詞を書きたいなと思っていて、歌の中で一箇所二箇所でも通ずるところがあれば人って泣けると思うんですよね。笑えるとも思うし、嬉しいです、嬉しいです。人のそばにいれること。チャンネル開局25周年特番、林部聡スペシャルリクエストライブ、音と琴の葉の調べ、 CS 火曜ポップスチャンネルにて11月28日日曜夜7時より放送いたします。ぜひご覧ください。